2週間経ったところですけれども、冬ひまりという楽曲でございます。まあ、この季節にはこうちょうど合う感じの楽曲なんですが、この、町田、鈴木楽器さんにはですね、CD を買いに来たことは何度もあるんですけども、こうしてステージに立たせてもらったのは今回初めてということで、本当に嬉しい気持ちでね、今日はやってまいりました。町田の、周辺は割とこう僕もキャンペーンなんかで動いておりまして、まあ、僕の歌をね、こう歌ってくださっているような方も多くてですね、このカラオケ喫茶なんかでは歌えたりしているんですけれども、今回のこの冬ひまりも、こうしてキャンペーンが始まりまして、まあ、いち早く皆さんにこう歌っていただきたいということでですね、今日は最後にもう一度歌わせていただきますので、ぜひなんとなくこう覚えて帰っていただけたらと思います。デビューをして今、9年目にやっておりますけれども、この曲が CD のシングルで言いますと、7枚目のシングルになっております。